大丈夫かね、俺の有料セミナーで話すことなくなっちゃうけどね。ピンチにしましたドラちゃん、はいはい、いっぱいいい商品持ってても、お客さんに来てもらわないと売れないんですよね。もちろん、なんで今日はそのお客さんに来てもらう集客っていうんですかね、その点でちょっとドラちゃんに教えてほしいなと思って、手っ取り早くお客さん来てほしいなみたいな、爆速で集客できるようなのがあればぜひ聞きたいなと思うんですけど、やっぱないですか？あるよ僕がね、まず独立1ヶ月目なんだけども、11日間で300万以上売ったんだよ。この方法結構皆さん聞けたら知りたいです。これ自分でもいけるんじゃないかなと思うので、これだって本当にそれまでは学校の先生だったからね。でもその1ヶ月目で本当11日間ってところで、300万以上上げた方法、これだったら例えば30万とかだったら全然いけると思うので、これね、もう全部喋っちゃうけど大丈夫？これお願いします。ぜひお願いします。もう全部喋ってくださいね。これ大丈夫かね、俺の有料セミナーで話すことなくなっちゃうけどねと思うので、それぐらいね、ビジネス小学校はもう全部皆さんに伝えるようにしていますので、ぜひねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日は目当てとしてはファンを巻き込もう、これにしかないかなと思ってるんだよね。で、起業家であったり副業をやってる人からしたら、やっぱり応援って具体的に言うと、やっぱ商品を買ってくれるってこと、これがねファンだと思うので、ぜひとねファンを作ってその方たちを巻き込んじゃえということなわけ。僕がどうやってその巻き込んでったかって話なんだけど、ピンチにしましたピンチをチャンスにとかよく聞くんですけど。よく言うね、ピンチをチャンスにするってさ、でもね、ピンチをチャンスに、もちろんそうなんだよ。今回僕何がピンチだったかっていうと、その時ねちょうど2年ちょっと前なんだけど、学校の先生をねやってた時に、2月の末だよ、コロナだからもう全国一斉休校ですって言ってね、学校のに子供たちが来ちゃダメってなった時があったね。こう未曾有の本当にいいことだったね、学校教育ではそんなこと今までなかった。で、僕もその時は小学校3年生の担任をしてて、もうね泣く泣く涙でねお別れしました。そこから1ヶ月後実はビジネス始めたわけ。その時にスタートしたばっかの時には、体験会結局どこでやるって言っても、例えば鴨頭スクールって言うんだけど、このスクールがなかったんだよね。工事中だった、じゃあどこでやろうかなと思って、近くのね、なんかこう施設みたいなところ、そういうところを借りてちょっとね初めスタートしていました。15日ぐらいになってスクールができた。でもね、あの時緊急事態宣言が出てて、体験会に誰も来てくれないわけで、来れないんだもん。だって外出しちゃダメだよってなってるから、これでさ、結局体験会にも誰も来てくれないってなったらどうするかっていうと、ズームでしかできなかった、当時スカイプとかも俺もズームまでちょっと使ってたぐらいだったんだけど、これもズームでやるしかないなと思って、自宅でね、ここでもやったことあるかもしれないけど、そんな感じでズームでまずやったっていうところだった。その時にピンチをチャンスになんてね全然思えてなかったんだよ。だからどうしたかというと、ピンチですって言ったの。体験会誰も来てくれないって、なんとか皆さん助けてくださいって、ピンチだーって言ったわけよ。そしたら皆さんまだ全然シーンとしてました。これ本当やばいなと思って、でそれで本当にまずいなと思って、4月の14とか、15日ぐらいからなんとかせないかんと、売り上げがほとんど立ってない、なんとかしないかんなと思って、ここで考えたのが SNS、SNS 発信したのよ。SNS で無料イベントを告知したの。で、無料イベントって何かというと、その時僕の商品は速読しかなかったから、じゃあ速読をどういうふうにして売ろうかっていう時に、まず速読ってさ、目に見えないいわゆるコンテンツだからさ、じゃあそれ体験してもらうしかないわけ。じゃあ体験してもらう時に何するかっていうと、まず体験会に来てもらわなきゃいけない。じゃあ体験会に来てもらうまでには、体験会に行きたいと思ってもらうしかない。じゃあ何かというと、無料でイベントやりますって言ったわけ。この時に無料でイベントを打ったのが、45分間コーチングしますよ無料でと、そして速読の説明も15分間、つまり60分間無料でコーチングしながら速読についても学べますよっていう、そういうイベントを打ったの。そうしたらツイッターの方で、その時2000人ぐらいいたのかな、そのフォロワーさんが1人また1人と反応があって、自分もコーチング受けてみたいですと、速読も興味がありますっていう人がいたので、分かりましたって言って Zoom をつないで、そこの Zoom で、このコーチング一生懸命やってたよ、速読やったわけよ。っていうふうにして、まず SNS で無料のイベントを告知したっていうのが一番初めなわけ。でもさ、 SNS っていいもんで、その時ね、特にやっぱり Twitter でね、反応早いじゃん。 Twitter の特徴といえば即時性、すぐ反応がある。だから地震がドーンと起きましたっていう時に、みんなは何の SNS 見るかっていうと、インスタでもなく Facebook でもなく、そう Twitter 見るのよ。それぐらい即時性があるから、こういうイベントポンってやった時に反応がすぐあったわけで、あ、やったーと、これ反応あるわ。でもここでは制約はまだ取れないよね。速読体験してなくて、これ速読の説明だけしてるだけだから。そしてここで、そして DM でやり取りします。Twitter で DM が開放されてるので、ね、Twitter で DM しながら、それで体験会どうですかっていうふうにしてやっていったわけ、とか、あとこれコーチングして速読15分やって、そこから体験会に持っていくっていう流れだったので、結構基本ね DM でやり取りしてましたよ。でこのね Twitter の DM っていうのもね、大変だった。なんせね、ツイッターって実名顔出しじゃないじゃん。だからさ、ズームに来てくださいって言うけど、まずズームの使い方分かりません。そういう時代だったんだよ、まだ。みんなズーム使ってる？もうね、あの時は本当ズームの説明からするっていう、もう大変な、ね、手間だったんだけど、で今ではズームやりますって言うと、そんな分かりませんって言うとほとんどいなくなったね。うん、そういう感じ。で、そういう DM でやり取りして、そこから体験の方をやってったよっていう、こういう流れになったわけ。でもね、コーチングやって速読の話して、体験会どうですかって言っても、でもそれはあんまいいですって断られることもあったわけよ。1時間一生懸命無料でやっても断られるっていうこともあったんだけど、やっぱりね、無料で1時間一生懸命コーチングしてくれて、速読の説明もしてくれたら、なんか一応体験会行ってみなきゃ悪いかなっていう、いわゆる偏方性の法則がね、ここで働くわけじゃん。なので体験会まで来てくれましたよっていう、そういう流れがあったってこと。さらにこれと同時期に始めたことがある。無料のオンラインサロンっていうのを始めたわけ。これってツイッターじゃん、始めたの。こっちどこかというと、これね、Facebook のグループページ。Facebook でね、やっぱ素晴らしいところって、やっぱ実名じゃん、基本的に。で、顔出しもあるじゃん。Twitter の方では DM でつながって体験画面で来てもらうっていう流れを敷きながら、Facebook では Facebook ですでに友達になってる方とか、お声をかけて、ね、無料オンラインサロンドラゴン学園っていうのもやりますみたいな、そういう風にしてやってったわけ。まだその当時あんましコンセプトが分かってないけども、とにかく、この世の中変えるんだみたいなビジネスも始めたんで、そういうことをもう学びができる、そういう場所ですよ、お願いしますって発信したわけよ。そうしたら一人また一人で入ってきてくれて、どうやって1ヶ月ぐらいで300人ぐらい来てくれたかもしれんね、で無料だからこれ。で今ではね、月額980円のオンラインサロンやってるけども、無料だったら一応行ってみるかみたいな感じで無料で来てくれて、でそこでいつもライブよ、Facebook ライブをやったり、ここで Zoom もやったりしてたわけで、そうするとさ、グループに入ってきてくれた方でライブやると、まあ最近よく言うけど、在音数効果、単純接触効果っていうのが生まれるじゃん。よくだからライブしてるからさ、一瞬だけでも、あ、なんかライブやってんだなって映るわけだよね。でライブ参加してくれれば、それ30分から1時間やってたから、毎日で参加してくれる方は単純接触効果があって、好きになってくれやすいと。しかも Zoom は今度はさ、ライブって一方的に見るだけじゃん。見てもコメントをしてもらうだけだけど、 Zoom ではそこで相互のやり取りができるわけだよね。だから人間性も知れて、まあ、価値観教育っていうけども、ドラゴン先生を応援したくなるなっていうのが働くわけ、そういうことで無料のオンラインサロンの方を開いて、ここで実は入ってくれた、この無料のオンラインサロンに入ってくれた人が実は体験会に来てくれて、制約もつながったっていうこともあった。要はさ、人ってさ、応援したいっていう人が多いわけで、俺も独立して1ヶ月目だから助けたいっていう人いるわけよ、ドラゴン先生っていうことで、その助けたいっていう人がライブを見てくれたり、 Zoom でミーティングに参加してくれたりしたっていう感じなんだよね。これは何かというと、一人にピンチをピンチだって言ってました。これは売り上げが全然ないんです、でも300万売らないと僕はダメなんです、だから助けてくださいって言って、このピンチですってずっと言い出してた。 SNS でピンチですって、ツイッターの方ではそんなにね、ピーチですは言ってないんだけど、フェイスブックの方ではピーチですって言ってました。で、ツイッターでは売れました。いくら売れました。で、そうすると、ツイッターでは、何こいつ。もともと学校の先生だったやつが、なんでこんな100万超えたぞ。150万超えた。なんだこいつ。みたいな感じで、また気になってくれて、皆さん、コーチングと速読やりますよって言って、そちらから、ツイッターからこうやって入ってくれる人もいた。そしてまた別口で Facebook という実名顔出し、信用のおけるところから入ってくれる人もいた。そうしたら1日、また1日参加していくと面白いじゃん。今日の売り上げは20万でした、うわすげーとかって、これで合計180万まで来ました、残り120万です、助けてくださいっていうわけよ。こうやってどん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 一種のね、もうお祭りみたいにして巻き込んでいきました。だから今日言ってるファンを巻き込もう、こうやってね、グループに来てくれた気になってる人、ライブやズームをすることによってファン化っていうものをしていきます。教育というのは学校教育とかね、その教育とはちょっと違って、ビジネスにおける教育っていうのは、そうファン化、買ってくれそうな人にしていくのを教育というふうにして呼んでる。価値観教育なんていうしてるんだけどね、あの人から買いたいなんていうふうにして思わせていくっていうのが、これは大事なポイント。実際にここから無料のオンラインサロン Facebook や Instagram っていうものをやりながら、さらにここで、僕の場合は YouTube ライブもしていくわけ。こうやってTwitter やるわ、 Facebook やるわ、 YouTube やるわっていろんなところで発信をしていくから、そこで Twitter で俺のこと知ってる人が来る、 Facebook で知ってる人が来る、 YouTube で知ってる人が来るっていうことで、ほんと1件2件だったんだけど、その人たちが、体験会受けてくれて、制約結構ね、制約率高くて 70% か、それぐらいの人が買ってくれたんだね、速読をね。で、当時の速読の値段がだいたい平均単価18万ぐらいの、そんな感じだったので、最終的にだから300万以上いったってことは、18万が20人だと360万か、だから20人近くの方が購入してもらった。中にはすごいファンになってくれて、1万だから30万というね、速読の商品を買ってくれるっていう方もいたっていう感じ。今ちなみに速読やってるけど、今月額ね1万1000円っていうところから始められるっていうコースがあるので、今はちょっとそういう商品にはなってないんだけども、当時はそうやってちょっと高単価なものだったから、それで20人近くの方が入ってもらって、352万だったかな、1ヶ月目にできたと。でもこの11日間という、何が起こったかというと、4月の19日から30日まで12日間、あ、ごめんなさい、嘘つきました、12日間でしたねでも12日間でこう300万売っていったっていうところは、やっぱり愚直に SNS で発信して、無料で告知して、DM のやり取りしながら体験会に持っていったっていう流れと、他の SNS でも同じように、グループにして無料でね、やって、ここで教育かファンをしていったり、 YouTube から、来てもらったりっていうことをしてた。こうすることによって1人また1人と制約していったよっていう流れなわけで、さらにすごい大事だったのが、さっき言ったこのピンチっていう風にして言えるってとこね。助けてくださいって言えるってこと。だってここのサロンでズームすぎやつみたいな、ひどいよ。300万売りたいんだけど、売り方が分かりません、集まってくださいっていうズームだから、すごいね。こんなこと言えるのってないけど、でも1ヶ月目だからこそ言えるじゃん。これビジネス初心者じゃない人はなかなか言えないじゃん、かっこ悪くて。今俺言えないもん。生徒さんにさ、集客教えてる今さ、言えなくない？俺がさ、稼げません、誰か教えてください、言えない。俺教えてる側だから。だけど1ヶ月目だからね、言えた。俺はね、学校の先生してたけども、元芸人でもあるから、プライド捨てるのも結構ね、上手だなと思って。だからみんなの中には、売り上げ上がらないけど相談できないという人いない？もったいないよ。相談するといろんなアイデアくれるもん。あれもこれもどれもそれもやってみようって言ってアドバイスしてくれるから、分かんないからまずやる。そうやってどんどんやってたのが1ヶ月目だったなっていうふうにしてね、懐かしく思っとるよって話で、さらに大事なポイントは、目標をね、数値化したってところ。やっぱ数値って分かりやすくないだからそこで言うと、絶対300万超えっていうのを目標にしてたの。僕のね、メンター師匠はね、鴨頭義人さん、鴨さんね、 YouTube 講演家でチャンネル登録100万人を超える鴨さんがメンターで、鴨さんがね、もともと池袋で10年前に一番初めのビジネスが楽読だったんで、でその時の売り上げが300万だったと俺思い込んでたんだけど、鴨さんは実は200万だったらしい。だけど俺は300万だったと思い込んでて、絶対鴨さんを超えるんだって、鴨さんを超える俺は存在になる、そのためには1ヶ月目が大事なんだって決めて、300って決めてやってた。だから300万超えた時は本当嬉しかったし、実は4月の29日の段階で売り上げが240万だったの。つまり最終日で、たった1日でなんと112万売ったの最終日。それはなぜかというと、目標を数値化してたから。300万を超えたいってずっと言ってるから、この1ヶ月間。だから300万越してあげようって思うよ。一生懸命だから、毎日毎日やってるからさ。で、越してあげたいってファンは思うわけじゃない。こういうそのアイドルがさ、アルバム何万枚行きましたとかさ、このライブに、満席にしたいんですとか、それと一緒。独立初月で300万超えたんだっていう、そんなドラゴン先生を見てみたいなと思う人たちが応援してくれたの。そして商品買ってくれたんだよ。でそういう方たちに目標をやっぱ数値化していって、240万です、あと60万足りませんって言ったら、倍ぐらいの112万売れて、それで晴れて初月352万っていうね、売り上げを達成したんだ。これが流れだったわけ。これ皆さんも転用してもらいたくって、これドラゴンセールだからできたんですよじゃなくって、今すぐ例えば SNS をやってない方、 SNS もう始めたら Facebook アカウント作ったらどうで、 Facebook って友達をどんどん申請していってさ、はじめまして誰々ですよろしくお願いしますって、送ってさ、そしたらフォローバック、してくれる人もいるかもよ。 Twitter でやるんだったらとにかくつぶやいてさ、人が5件10件だったらもう30件40件一時で打ったら忙しいかもしれないけどね、そうやってやってみて。 YouTube なかなか YouTube もね1000人いかないとライブができないんだけど、 YouTube コツコツやってったら、俺だって今 YouTube やってる。やっぱしさ、初月にスコーンっていくためには準備がいるわけよ。いきなし売れたわけじゃない。 SNS もここに2000人ぐらいいたからできたし、 YouTube も当時1000人超えてたからできたし、ね、Facebook も1000人超えてたからグループになった。その時はあんまり準備だと思ってなかったけど、結果的に初月に売り上げを上げるためにはそれぐらい準備を SNS をやってるとよかったっていう話をしたいわけだから、準備大事、そして SNS 大事、そしてファン化が大事っていうね、話をさせてもらいましたが、ここまで聞いてどうでしょうか。皆さんも SNS から始めましょう。無料で始めるから、コツコツですね。コツコツコツです。でコツコツ続けてさえいればいいわけじゃなくって、 SNS に関してはいっぱい話してるけど、やっぱコンセプトだよね。誰のどんな悩みを解決する、そういうチャンネルなのかアカウントなのかっていうのをね、しっかりやりながらテストを繰り返すわけよ。どんな発信が刺さるかなって、どんな発信がいいねがつくかなって、インサイト分析してごらん、ね、インサイトの中の、ね、数値が、見れるから、そういうのね見てごらん。で分析していくと、あらこういう投稿は伸びやすいんだな、こういう投稿は全然いいねつかないんだな、分かるから。だからそうやって分析を毎日毎日していく、そうするとこういう投稿はいいんじゃないかなっていう風になったわけ。俺も思い返すと、ここ無料イベント告知の文章、これ30分か45分ぐらいで考えた。だって起死回生だから。これ適当な文章で打ったら人来なかったら終わるからさ。だからすげえ考えたよ。無料でとかって書いたかもしれない。キャッチコピーだよね。人が来たくなるような文章、俺めっちゃ考えたの覚えてるもん。だから来てくれた時ちょっと涙が出るぐらい嬉しかったよ。DM 来た時それぐらい必死に考えた文章にコーンって来てくれたから、ああよかったと思った、そうやってテスト繰り返しながらさやっていく。だからね、安定はないんだけど面白いチャレンジだよ。だって正解ないんだもん。実は正解はお客さんがたくさん来てくれたり、売り上げが上がったり、満足度が上がった時が正解なわけだから、何の正解もないから。実は SNS 発信って楽しいよ。分かんない、反応は分からんだけど、ちゃんとテストしてちゃんと分析をしながらいけば必ず当たるっていうものが出るはずだから。ここビジネス小学校でずっとこれテスト繰り返してる。俺とタンクさんで考えながらやってるんだけど、まだね、数百回、まあ言ってもね300回400回ぐらいの再生が、結構いったねぐらいになってるんだけど、こっからそれがさ 30004000 になってさ、30万40万ってなった時には全くまた違う売り上げ規模感になってるはずだから、それを夢見てるわけ。そんな夢見ながら、僕はこうやってコツ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 毎日発信をしているので、1ヶ月目から楽に簡単に、それ飛びつくのは分かるけど、それに向けた準備っていうのは、ワクワクな未来をイメージしながら、コツコツ取り組んでいってほしいなと思っております。そんな感じで、生きる力は稼ぐ力、ドラゴン先生でした。ぜひですね、毎回、変わり映えもありませんけどコメント欄に、今日の気づきをアウトプットしてもらって、チャンネル登録お願いいたします。またですね、コーチングについて、より詳しくコーチング企業とかにね興味がある方は、公式 LINE の方にね友達追加してもらえるとですね、無料でね集客のねセミナー動画とか、それこそコーチングの仕方とか、集客の仕方よりね具体的に説明していますので、ぜひぜひ LINE の追加よろしくお願いいたします。以上です。皆さんありがとうございました。またね。